こんにちはっす、OL 聖徳太子です。この度、OL 聖徳太子グッズが完成しました。法隆寺を建立した時くらい嬉しい。嬉しんこきん若主、早速ですが、そのグッズの中身を一部ですけど紹介したいと思います。まずはこれ。ちょっと待ってくだせ。じゃーん、これです。ちょっと待って、ちょっとこうゴミがついてた。ちょっと乱起きた。これそうなんです。こないだ描いたこの簡易12回の色をあしらった簡易12回ロングスリーブ T シャツ、こっちに簡易12回の、位が書いてあって、こっちに色の名前書いてある。でここに大使がこの間描いた絵があしらってある。ホワイトの L サイズ、 L サイズ、ちょっと大使でかいとか言わないでください。日常でパッと簡易12回思い出したい時とかあるじゃないですかね。そういう時にすっごい便利なの。例えば友達とスイーツ食べてる時にパク、わっこれ美味しい、簡易12回で言ったら、ここくらい、承認くらいうまいみたいな、そういう風に使ってもらえると嬉しんこきん若主。ここなんですけど、きっちり線でまっすぐじゃなくて、大使がこの間描いた色そのままだから、筆の揺れとかなんか味が出てる。その辺もなんかすごく気に入ってます。そして続いてはちょっと着替えてきます。着替えてきました。これ簡易12回スウェットブラックの XL です。どうですかね、さっきの簡易12回ロングスリーブ T シャツより、ここの大使が描いた色のサイズがさりげなくなってる。ちょっと小さくなってる。日常にこう溶け込む感じだから、これはこれで気に入ってる、すごい。あ、ちなみにこのスウェット白が基本みたいで、ブラックとかちょっと色濃いめにすると別途料金がかかっちゃうみたいです。でも大使は結構濃い色好きだから、ちょっと奮発してこれ買っちゃいました。そして次、小物なんですけど、これ簡易12回バンダナです。この大使が描いた簡易12回の色をあしらったバンダナ、これも可愛くないですか。お弁当包んだりとか、あとソ作った時とか、これ包んでピクニック行ったりとか、小野妹子とかもなんかこれ持って随行くみたいなこと言ってたし、これサイズは 52cm×52cm で結構大きい。でさっきのまあこの A の通りなんだけど、これサイズがでかいからより一層大使のその描いた色のにじみとか揺れとかが再現されてて、すごく可愛い感じです。まだあるんですよ。あ、いたいた。じゃあちょっと着替えてきます。じゃーん、あれちょっとこれどうなってんだ。あ、こうだこうだ。はい、着替えてきました。はい、これはパンダなるものスウェット、ホワイトの L サイズ。どうですかこれ。結構インパクトありますよね。絵巻の書簡もらったんだけど、皆さんから。その中で、え、これパンダなるもの、タヌキなるものじゃないとか、なんかすごい言われてて、もう許島遣隋使って感じ。でもなんか結構味があって好きとか言ってもらえて、言ってくれてる人もいて、結構ちょっとホッとしてます。でもこれは、今日はちょっとオリジナルグッズを紹介させてもらいました。今日紹介したのは一部で、他にも T シャツとかトートバッグとかあるんで、概要欄にショップを貼っとくんで、気になった方はぜひ見てください。上天台衆、はい、OL 聖徳太子でした。あざしとーす。